後ろを振り向いたら誰もいなかったんだって。怖いでしょ、怖いでしょ。はい、じゃあ次樹里ちゃんの番。これは私の友達が経験した怖い話なんだけど、まあ、その子もともと霊感がある子で見えちゃう体質なんだよね。で初めてできた彼氏の家に遊びに行くことになったんだけど、家の前に寝ることになったんだけど、襖から視線を感じてパッて振り向いてもそこには誰もいなかったの。でもそれから必ずと言っていいほど彼氏の家に行くといつも視線を感じてたんだって。ゆっくり襖に手を伸ばして勢いよく襖を開けてもそこには誰もいなかったんだって。でその後紹介してくれた不動産の人に聞いたら、その家事故物件だったんだって。いや怖かったね。でそんな体験をしてる友達なんだけど、どうしても忘れられない経験が一つだけあるらしくて、なんかその友達が中学生、幽霊が来て耳元で「なんでいるのなんでいるのなんでいるの」ってずっとささやいてたんだって。で「許してください」って友達が言ったら「うわっ!」って。いや怖かったよね。でその5年後、5年後、まだ続くの？まだこれから本編だけど。これから本編？もう4時間ぐらいずっと喋ってるけど、まだ半分ぐらいあるんだけど。あと半分もあんの？いや怖い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 。嘘嘘、今ので終わり。なんだびっくりした。もうあと4時間聞かなきゃいけないかと思った。でもね、この話を聞いてしまった人は24時間以内に同じ話を3人にしないと呪われちゃうんだって。無理じゃね？